小波スポーツクラブの上村コーチがマットの前転を上手に回るコツを紹介しますまず一回やってもらいましょう両手をついて頭を入れて回転したら一気に立ち上がります一見簡単そうに見えますが前転の回転の勢いが足りないと途中で止まってしまったりなかなか起き上がれなかったりします そこから無理に立ち上がろうとしてもなかなかうまくいきませんそこで回転の勢いをつける練習をするためにゆりかごの練習をします後ろに転がって起き上がるのを繰り返しましょうはいいいですねこのゆりかごが慣れてきたらだんだん大きくしていって最後は一気に足を振り上げて立ち上がります この回転の勢いをうまく使って前転をきれいにやってみましょう。ではもう一回やってもらいます。両手をついて勢いをつけて、はい、きれいな前転ができました。皆さんもぜひ練習してみてください。まず開脚前転をやってもらいましょう。勢いよく前転をしたら足を開いて立ち上がる技です。 背脚前提の難しいところは膝を伸ばしたまま回ることです途中で足を曲げてしまうと起き上がれませんし足が体操座りの開いたような状態になってしまいますこの時足はしっかり伸ばしたままかかとからマットにつきに行くようにしましょうもう一つのポイントがあります両手のひらでマットを勢いよく押すことです このかかとを勢いよくつけることと両手のひらでマットを押すことこのタイミングをうまく合わせてやると開脚前転が起き上がりやすくなりますではもう一回やってみましょう勢いをつけて前転をしたらドン一気に体を起こします開脚前転はとても難しい技ですのでぜひ何度も練習してみてください 屈折倒立は倒立の練習の一番最初に行うと効果的です屈折倒立のポイントは腕で体を支えること徐々に倒立の高さに近づけていきましょう一番最初は腕立て伏せの姿勢です腕立て伏せの姿勢で体をまっすぐにして支えますこれは簡単ですねこれができるようになったら椅子や台などを使って 高い位置に足を乗せて体を支える練習をしますこの時目線は両手の間を見るようにしてくださいはい。高い位置で体を支えることができるようになったら壁を使います最初は足を高く上げる必要はありません体が斜めになるぐらいでいいです ここで体を支える練習をしてください慣れてきたらさらに高い位置に足を上げていきます壁をよじ登るようにして上がっていきましょう目線は必ず手と手の間を見るようにしてください10秒程度我慢できるようになったらさらに倒立に近づけていきます壁をよじ登ったらバランスを取りながら 体がまっすぐになるように支えます降りるときはゆっくり降りるようにしてくださいはい複折倒立でした皆さんもぜひ練習してみてくださいそれでは次の動画もお楽しみに